ラリーガ公式 SNS が、バルセロナの FW リオネル・シが2008年のセビージャ戦で決めた2ゴールを返した。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、12前、21歳のメッシは、敵地でのセビージャ戦で第0、1点リードで迎えた終盤に勝負を決めた。78分、ヤビのヘディングでのパスを受けたメッシ、ヘディングで持ち出して、ペナルティー襟手前から、ボレーシュート。GK の位置をしっかり認した上でゴール右隅に縦回転で決めた。アディショナルタイムには、ダメ押し弾。フレブのルーパスを、スペースで呼び込むと、ぐんぐん、即、飛び出した相手 GK よりも、はるかに早く棒に触り、トップスピードのまま無人のゴーへと流し込んだ。世界トップの一人として今、圧倒的な存在感を放っているメッシ。12年前のメッシは、今よりも、爆発的なスピードでピッチを飛び跳ねていた。次ページ、動画、21歳、メッシ、驚きの破壊力炸裂。圧倒的スピード&テクニック、チャンス逃さず。